皆さんこんにちは。中島由香の「そこまで言うか」の時間がやってまいりました。これね、先週日曜日かな、7月の11日号の、これ、夕刊富士なんですけど、これ、紙面のね、もう3分の1以上、これ、菅敗北、ガーンというね、無観客ね、えー、オリンピックという、まあ、その、そっちの方に行っちゃったかっていう、まあ、ことなんですよ。 で、政治的なあ意味合いというのを、あの、あんまりよく知らない大半の人たちは、まあ仕方ないかなっていう風に言われてる方も結構いました。で、えー、私ね、あの、肩こり症なので、接骨院とかね、たまにちょっとマッサージに行ったりとかするんですけど、 そこの先生っていうのが、J リーグとかの、まあ、選手の、まあ、彼らのボディをね、あの、サポートをする、まあ、接骨院のね、あの、先生で、かなり有名な選手たちのね、まあ、あの、フットワークとかを、まあ、あの、かなり見てらっしゃる先生なんですけど、そういう人でも、まあ、仕方ないかなって、あの、思うっていうふうにね、やっぱり言うんですよ。ただ、 一番頭にくるのは緊急事態宣言をなんでするんだっていうねそこにね怒りがねあの集中してるっていう感じでしたねあとバッハ会長日本に来るなってね言う人が結構割と多かったんですけど恐れる必要のないゾーンで、えー、十分観客ありでまあ、今回の、ね、オリンピックってできたというふうに思っています 特にあのこの夕刊富士にもねあの乗っているあの角田隆章先生なんかは、えー、もうめちゃ怒ってますねそこまで恐れてね無観客にねあのする必要がないのにっていうその怒りがねやっぱり保守系のね、えー、方たちはまあ非常に多いというところですけれども確かに、えー、一番まあそのリスクの高い えー、高齢者の方たちというのは、まあ、ワクチンを、ね、あの打つことによって、えー、いわゆるあの感染率っていうのはもう激減しているのは間違いないです。これは私たちがその専門家じゃなかったとしても、もう分かっているし、それから死亡率っていうのも、あのよその国のようなね、もうそういう数ではないです。だから、あの十分、えー、観客があの動員されて、 できるオリンピックだったのと、うん、それからなんかあの、レントゲンのあの、検査を受ける前にあの、着るなんかこうあの、あるじゃないですか。ねえ、あれかなみたいなようなね、あの、わけのわからないこのあの、日本のこのあの、衣装ですよ。もう、これとかしてくれないかなついでもとかやってるんですよ、私たちね。で、やはりね、日本人が表彰台に立つ選手に対して、 やっぱりあの出てくる時の衣装というのはやっぱり和装ですよ。当然じゃないですか。こどこの国のあの、これ、服なんですかこれ。しかもなんかもう、便所通りみたいなスリッパ履いて。なんか韓国のね、あの、やっぱりメダリストに対しても失礼だし、もういくら恥さらしたらいいの、今回日本はっていうね。 すごくね、恥ずかしい思いを、あの、まあ、しているところであります。そして、えちょうどですね、あの、今日ね、木下踏み子祭りという風になってますけども、はい、えー、やめろ97、97%というね、あの、まあ、データが出てるんですけど、昨日だったかな、97.2%ってね、若干ちょっとね、増えてるみたいなんですけど、じゃあ、残りの、えっ、ー、と、引き算したら、2.8%のやつって一体何考えてんだって話でね、 もしかしたら本人かもしれないみたいな感じですけれども、まあ、あの、依然ね、あの、人の噂も75日ってことで、まあ、この人、あの、どこにも顔を、あの、面を出さないで、みんなの怒りをね、あの、冷めるのを、まあ、依然、まあ、待ってるような状況ですね。この人が免停になってから、まあ、この事故がね、まあ、発覚するまでのね、間、この前の動画でもね、あの、まあ、お見せしましたように、 もうバイク運転してるし、選挙期間中っていうのは、対立候補がね、行き交うときっていうのは、これはもう、のどの候補者もそうなんですけど、譲り合うというかね、もう、頑張ってくださいとか、検討に乗ってますとか、お互いに頑張りましょうとかっていうふうに、ああのそのような声をかけたりするんですけど、木下富美子に関してはね、通りかかったときに、エールをね、送るアナウンスをしても、まあ、無視したと。 まあ、無視って。まあ、大体わかるじゃないですか。そういう人間ですよ、これ。ね。えー、候補者自らがね、ハンドリングをね、あの、してたという、もう、絶対に、あの、あり得ない光景というのがね、まあ、たくさんあって、まあ、それを知ってたりとか、それから、まあ、あの、事故がね、二日の日に起きたという、あの、ことであったとしたら、この木下さんは絶対に当選してなかったです。 というふうに言えるほど、俺の一票返せってね、言ってる、あの、板橋区民の人たくさん今いるんですけど、小池百合子も、それから荒木千春もそうなんですけれども、この人に関してはね、まあ、あの、論外ですとか、乱外ですとか、県外ですとかっていうふうに言う割に、この人を、あの、どうにかしようっていう動きは、まあ、さすが、あの、自分ファースト、いや、都民ファーストはね、もうどうもしないみたいなんですけども、え、都議会のね、議会で、 三分の二以上出席し、そして、そこから四分の三以上の可決ができたら、その都議を議会から除名するっていうことが、あの、できないわけではないということらしいんですけども、まあ、この人をね、東京 SDGs かね、なんかよくわかんないけど、4年間で約、八、え、千、ー、8000万から1億、 この人のために、この人の報酬として、えー、払わなきゃいけないっていうね、そのことを考えたら、緊急事態宣言で、飲食店の人たちがね、 もうキリキリ前になってヒーヒー言ってる、そっちにこ,うこの人のう歳費をね、そういうことを言い出したら焼け石に水かもしれないですけど、そういう私たちのね、税金って、飲食店で、まあ、お店をね、あの、開けないとか、その、短縮営業しなきゃいけないとか、今もあの私のね、住んでいる町の、あの、行きつけのね、あの、お店っていうのは今もう閉じてますよ。 かなり閉じてますね。看板見てたら、あの、張り紙があるんですけど、4月ぐらいから、あえっ、ー、と、緊急事態宣言始まって、もう8月の22日までってことで、1年のですね、もう3分の1以上は、もう店閉めるってね、もうこれは廃業と同じですよね。なので、このようなう無免許運転の騙しとぎみたいなのは、とっとと辞職させて、 そして、この人に払わなきゃいけない私たちの税金はね、まさに、えー、飲食店で、えー、本当に今回の緊急事態宣言で、本当に死活問題になってるね、あの、そういう人たちに、やっぱり、お金を、あの、少しでも、あの、補填したいな、というふうに皆さん思いませんかい、もう、いずれにしたって私ずっと言い、あの、言いますよ、この木下文子に関しては。もう、こういう、あの、人間はもう、議会に、えー、都議としてね、金鉢なんかつける資格なんか、どこにもないんですから。 なので、東京都議会とか、自分ファースト、いや、都民ファーストとかね、そういうところが、除名しましたから知りませんとかね、そんなこと言わせないよって話ですよ。しっかりと、あの、今後、見ていこうではありませんか。しっかり、あの、私たち、都民がね、あの、やっぱり、監視しないといけないということは、あの、必ず、やっぱり、あると思います。さて、えー、もう一つの、えー、テーマがこれなんですね。 はい。この前、えー、大沢翔平さんと伊藤しおりさんのですね、偽名じゃないのかみたいなね、ツイートの、えー、裁判の判決が出て、そして、えー、被告であった大沢翔平さんのですね、賠償請求額っていうのが、まあ、33万円ということで、しかと、あの、伊藤さんの方は、記者会見を、まあ、していましたけど、実際には私が、あの、YouTube、この前の YouTube でね、話したように、えー、訴訟費用に関しては、 奈良さんで、えー、伊藤さんが7割の負担をしなきゃいけないんだよというね、ことをあの、ちょっと喋ったんですけど、大沢昌平さんご自身が、あのー、判決文をね、あの、実際にツイッターで公開しました。ちょっとこれを見てください。うん、個人情報ですね。本当にあのー、えー、電話番号とかあ、それから住所とかね。まあそういうところはあのー、当然あのー、個人情報ですから黒塗りにしなきゃいけないので、まあこういう判決が、まあ出ましたよと。 そして、主文というところをねあの、見てください、被告である、まあ、大沢さんは、伊藤さんにあの対し、33万円のね、えーまあ、金品を、まあ、支払えということに、まあ、なっています。で、えー、その3番目なんですけど、原告はまだ何か請求してたんですね、これね、で私はちょっとまだあの裁判所の方には行けていません。 のでえー、そのあ他の要するに請求を棄却するというその他のその何をあの請求しようとして,していたのかというのはこれはあの実際に裁判資料ちょっと、ね、見ないといけないのでこれもうちょっとお待ちくださいねそして4番目なんですが訴訟費用はこれを10分し10等分ですねその7を原告いわゆるその伊藤さんの負担とし その余り、要するに3割ですね。これを大沢さんの負担とすると。というふうに、ここなんです、4番目っていうのはね。この前私があ少しあの前の YouTube でもあのお知らせしたように、これね、あの、当初ね、これはっきりと、あの、大沢さんの方もね、あの、まあ、 33万円で、まあ自分はね、あの、負けた気はしませんよ、みたいなことがね、あの、ツイッターで書かれていて、どこが、あの、勝った気持ちになってるんじゃい、みたいなね、そういう反響があったりとかしましたけど、えー、私はですね、まあ、あの、傍聴席にいた人からのちょっと取材で、訴訟費用の割合が、原告のね、伊藤さんの方が7割ということで、まあ、ほぼ、あの、伊藤さんの方もね、無傷ではないのね、っていうところなんですね。 で、えー、ここをトータルした時のその金額も含めてなんですけど、えー、法解釈、あのー、すればですね、まあ、伊藤さんが負けたか勝ったかっていうことになったら、まあ、それはその、まあ、勝ってるんですけど、ただ、この金額の配分を見たら、一部勝訴という解釈でいいのかなというふうに、まあ、思っています。というところで、まあ、今後、 その他のですね、えー、裁判が、まあ、どのような判決になっていくのか、あの、よくわかりませんが、それからやっぱりここ最近、伊藤さんの記者会見のね、やっぱり表情が暗いですよね。あの、非常に心の底から、あの、勝って本当よかったです、みたいなね。あの、一審の山口さんとのその裁判の時に、泣きながら、あの、裁判所の、 あの前で、あのような感じの歓喜余ってみたいなね、あのような表情ではね、こうなかったのか、それかまああの裁判慣れしたのか、よくわかりませんけれども、まあ私がもし伊藤さんの立場だったとしても、まあ今のね、伊藤さんと同じような表情すると思いますよ。も諸手上げてね、なんか勝ったっていう、あの実感は湧かないなというふうに、まあ思います。さて、 今後、えー、伊藤さんご自身も、あのー、いくつもの、まあ、裁判をね、あのー、かけておられます。その一番大きいものは、山口紀之さんとの、この子を阻止になるかと思いますが、前から言ってるように、誰が見たって、えー、山口紀之さんが、伊藤さんに対して、あもうこれはもう完全に、えー、性暴力をね、やっちゃったなっていうね、そういうものが、これまでも、それからこれからもですけど、 えー、まあ裁判資料等でね我々客観的な目で見てもそういう確固たるね、えー、証拠が出てきていませんので、えー、依然我々として見れば、えー、控訴審は山口さんが逆転をするであろうというふうに思っておりますし、えー、今までの流れからね裁判資料を私もたくさん見ましたけどやっぱり肝心なところでね、えー、閲覧制限をねやっぱりあれだけするということは 要するにそこを、えー、第三者の、うん、我々に見せたら結局勝てないっていうことなんじゃないのというような箇所がねやっぱりたくさんねマスキングされていたり何ページもカーボン紙のようにね真っ黒結計で何も読めないとかねっていうところってあのますます人間ってね一体じゃあここに何が記載されているんだろうってやっぱり思いますよねなので、えー、そこをねやっぱりしっかりと あの、公になさって、本当に伊藤さんご自身が性被害者だというふうにおっしゃるのであれば、やはりその裁判資料もね、何もかもをやっぱりさらけ出して、えー、堂々と性被害者であったんだということをね、やっぱり皆さんに証明していくということが、ね、必要になってくるかと思います。ささて今後伊藤さん側の え弁護団も含めどのようになさるのかなというところでえまあますますねえ皆さんで注視しようではありませんかというところでオリンピックはまあ無観客というところで今回はあ実行されるようですね。 あの緑色のあの都知事と同じようにあんなこと言ったかもしれませんけれどもそれは私の美貌録の中にあ,のあったのかもしれないしまあ AI がまあそういうふうに言ったのかもしれないですけれどもまあ,あのえ今後あのオリンピックはですね皆さんあのワクチンをあのしっかり皆さん打っておられるようですからこのまま皆さん。あのー ししてていいいただいてよろしいのではないでしょうか、まあ、なおかつ私たちはあの大和民族でありましてえあのやはりメダリストたちにオリンピックのメダルを、まあ、手向ける時にはもちろんそれは西陣織のえ和装もしくはあ間に合わなかったとしたら貸衣装でもえ浴衣とかねそういうものでよろしいのではないかと、まあ、私は思っております。っていうような感じでね菅さんあの記者会見していいですよ。 私たちあの待ってますから数日前のことですからねまだあの今だったらあの時間あのありますしまだ今変更聞きますんで須賀さん私のこのあの YouTube を見てちょっと心変えてくださいというところでではまた皆さんお会いしましょう